平穏な町にもある日突然姿を現す不発弾。自治体の要請によって不発弾の処理に自衛隊不発弾処理隊などが任務に当たります。オーライオーライ。手動による信管除去、安全化した不発弾の回収、不発弾保管庫への搬入を行い、住民に寄り添いながら任務を遂行します。防衛省自衛隊不発弾処理機雷処理緊急患者空輸。全国各地で発見される年間1200件の不発弾、重さでいうと約22トン、水が満杯のドラム缶110個分、その3分の1以上が沖縄県内で発見され、今なお残っている不発弾を処理しています。不発弾処理は危険と隣り合わせの任務。よし。沖縄では多い時に1日5回以上も出動して、自衛隊は不発弾の処理を行っています。また一方、海では海上自衛隊が機雷等の除去を行います。機雷は水中に敷設されて、艦船が接近または接触した時爆発する水中兵器です。現在でも戦時中に仕掛けられた機雷等が日本近海に残っており、令和2年度は468個を処理しました。機雷は磁気に反応するものもあり、掃海艇は機や FRP で作られています。機雷処分の方法の一例としては、掃海艇のソーナーで機雷を捜索し位置を極限します。その後、ダイバーや遠隔操作式の無人機雷処分部を送り込み、機雷の付近に爆薬を設置し爆破処分します。自衛隊の災害派遣活動には緊急患者空輸もあります。日本国内の有人離島には十分な医療体制が整っている病院がない島も多くあります。ドクターヘリや自治体の防災ヘリなどが出動できない時や出動できない場所には、自衛隊が駆けつけて医療体制が整っている地域まで輸送します。県知事からの災害派遣要請です。タマル島から二三角飛行場までの緊急患者空輸を実施する。かかれ。これらの活動を通じて、私たち防衛省自衛隊は住民と寄り添いながら信頼をより一層深めていきます。